踊ってみたい。そんな皆さんこんにちは。おしゃべりダンサーアニです。さて今回はですね、いよいよなにわ男子のウブラブサビの部分完成しちゃいます。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュンとなってキュンとなってウブだね、磁石みたいになってくっついて離れて、オーマイガーオーマイガー、恋は暇じゃないさ。歌詞といろいろで暇じゃないさですよ。動画撮ってる場合ちゃうわっつうね。こんな始めてみましたけどね、まあ、ある方にアドバイスいただいて始めたものの、まあ、なにわ男子の曲をおばちゃんが踊って誰が見んねんと正直そんな風に思って、今まだ半信半疑なんですけどね。じゃあちょっとゆっくりおさらいしてみたいと思います。ちょうだいの手でしたね。いきますよ。3、はい、ちょうだい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 、エクボエク、上からシュンとなってキュンとなって、あなた顔を首かしげ、横横前胸上胸セパレート、結構悩んでパワーアップ、ハートを作ってチッチキチー、覚えてましたか？ちょうだいの手からいきます。3、はい、ちょうだい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 、エクボエク、上からシュンキュン、あなた鼻首かしげ、横横前前上上セパレート、結構悩んでパワーアップ、ハートを作ってチッチキチー。イエーイ。さあこれであなたもですね、もうダンス投稿できます。活用してください。ということでですね、ここで私アリオから重大発表があります。2022年1月からですね、あの曲踊ってみよう講座を開講します。オンラインでつながって一緒に有名な曲のサビの部分とかを踊る、そういう講座なんですけど、まあ、YouTube だとどうしてもね、こう上半身だけしかレクチャーできないんですが、講座ではもうステップとかもお伝えしてですね、全身で楽しいダンスを一緒に共有していきたいと思います。参加者同士のご縁とかも私はすごく大事にしたいと思うので、どしどしご参加ください。楽しく踊ってもう待った、奇跡は待ってたんだ、もう